あれ編集長暇そうですね。もう終わりやから。いや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 、帰るんで。この後、うん、今年の TIFF に参加するアイドルの方が来客予定なんですけれども、もうすぐいらっしゃると思う。この後あの違う番組の収録がありますんで。それはちょっと定時で帰ろうと決めておりますが。こんにちは。こんにちは。待て。こんにちは。こんにちは。不思議な二人、はい、ではちょっと自己紹介お願いします。レイリエです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒宮レイと金子理恵からなる二人組ユニットレイリエ。なんとライブの9割が女性ファン。可愛い見た目とは裏腹に疾走感のあるロックサウンドが人気のアイドルです。お二人はもともと同じグループだったんですか？うん、はいはい。そうです。それ適当に出そうとしてる。はいはい、はいはい、もう終わりましょう。失礼しました。いや全然大丈夫。そうです。あのレディーベイビーというアイドルグループをやらせていただいてて、はい。はい、でそこでレイちゃんがね途中で脱退したんですけど。レイちゃんが先に抜けたんや。はい。はい、なんか聞いたところによると、うん、あのリエさんはレイさんとユニットを組むために自ら独立して会社を立ち上げたそうなんですよ。え？え？そうなん？そう。あ、そう。すごくない。いやいや、アグレッシブやな。リエさんがレイさんのことも大好きで溺愛しているみたいで、それでレイさんが今甘えまくってるというあの情報を。レイさんが甘えてる？はい。こういう衣装とか遠征に持っていく持ち物とか、うん、自分の身の回りのものを全部リエが管理してる。うん、え？なんで下着から全部。下着？です。え、下着なんかだって家から持っていくもんじゃないの？え、なんかリエんちから持ってくる？え？一緒に住んでるわけではない。けどほぼ毎日一緒にいるよね。仕事の日は。でもそうなったらだんだん自然に甘えてまうよな。そうです。まあリエならいいかなみたいな。あ、そう。リエちゃんはそれでいいね。全然。え、可愛いし。可愛い。可愛いから。レイちゃんが可愛い。それを望んでるんですよ。望んでるんですよ。甘えてくるのが可愛いんや。でもなんかリエにしか本当に甘えないから、それが唯一無二で可愛いなと。ずっとそう勘違いしてるだけなんですよ。あれ？勘違い。そういうこと言うけど、今の感じがまたええねやろな。そうそうそう。なんか確かに。あんまり他で見ない感じのカラーというか、うん、そしてTIFFでしか見られないプレミアム企画をレイリエさんやってくださるんですよね、うん、はい、企画はこちらです、はい、ドレスアップ&ゴーTIFFアイドルファンのおしゃれ化計画。はい、私たちはですね、ファッションもすごく好きなので、その経験を生かしてファンの方たちにTIFFのファッションを楽しむバーとしても、楽しんでほしいなと思いまして。おしゃれやな、はい、かわいい。で今日はねるさんとやってみたいことがあって、はいはい、私たち2人 VS ねるさんでコーディネート対決をしたいです。なるほど、はい、どっちがおしゃれなファンを作れるかってことね。ねる記者 VS レイリエのコーディネート対決。テーマは来場者に着てほしいTIFFファッション。濱家編集長が忖度なしでジャッジします。じゃあまずはねるさんのコーディネートからいきましょう。タイトルお願いします。はい、タイトルは涼しげな格好でTIFFに来よう。かわいい。見てください。ここはもう潔く本気入れるじゃん。潔く、やっぱりフェスでこんなやつおらんて。稲川淳二さんのフェスに行く時の格好だ。階段フェス。階段フェス。でもなんといっても暑いので。暑いよ。涼しげな格好がいい。でもなんか逆にね目立っていい。いいですよね。ステージからも見つけやすい。本人も全然納得してない。やる気はないから。むちゃくちゃ着させられて。お二人どうですか？え、いいと。もう一回回ってみてください。あーすごい。一緒に来たいですね。適当に回すな。デートしたよな。デートしたデートしちゃう。じゃあ続いて私たちの番ですね、うん、タイトルは、はい、R2K ファッションお台場の風を添えてプロバンス風、バージョン2023フューチャリングレイリエです。長いな。いやいや、何なんでズボン持っちゃってんの？入らなくて。あ、
理由を変えなくていい。かわいい。いや、かわいいじゃないやん。レイリエのグッズやろ、多分。あんま、俺あんま分かってへんけど、レイリエのグッズちゃうの。やめてや、グッズの宣伝こんなとこですんの。違う、こっちやろ、これこっちやろ。向き分かってへんかったんだよ。ポイントどこですか。まあ、お台場の風を持ってきたところです。お台場の風、どこに入ってる。お台場の風、嬉しそうに。嬉しそうに。本当嬉しそうに。でも意外となんかライブ系って動きやすい格好の方がいいじゃないですか、うんうん、動きやすい格好の方がええやろうけど、シンプルにグッズすぎるやんか。じゃあ対決ということなんですけど、うん、お二人並んでいただいて、い交換してもらって、これ持ったらいいじゃん。確かに。なんか球場みたいになってる。レイリエ自由やな。じゃあレイリエさんの勝利で。そうやな、もうこれはレイリエちゃんの勝利やね。これは若干モデルにも差があるけどな。なんかな。